あとは陣で持っているときにやはり取られていくカウンター、そこを気をつけろ、そのような指示がありました。じゃあ中に出ます。有田がここでシュートを打ってくる。追加点は長野。そこに新井純平、内田から折り返してうまくコースを狙っていきました。左足で流し込んだ背番号2乗新井純平、2対1突き放しました。